おととしの京都アニメーションの放火事件で犠牲になった菊川市出身の大村雄貴さんの絵本が出版され、舞台の松崎町で作品展が始まりました。うーちゃんの松崎は、京都アニメーションの放火事件で犠牲となった大村雄貴さんが大学在学中に描いた作品です。今回の展示会は、大村さんの家族が絵本の舞台となった松崎町に出版の報告と感謝の思いを伝えたいと開きました。作品はうーちゃんがいろいろな精霊たちと松崎町を冒険し、やがて両親のもとに帰るというストーリーで、描かれた街並みは実際の風景そのままです。会場には原画や愛用した道具、絵本などおよそ15点が展示されています。本当に心を込めて書いてあって素晴らしいと思いました。松崎に今いるお子さんたちにぜひね、お母さん読み聞かせをしてあげてほしいなって。大村雄貴さんの絵本展は松崎町の伊豆文邸で今月10日まで開かれています。